磯野カツオ君の水中メガネを中からビヨーンと出すイメージです。で、もう一回腕を回し比べたり、腕相撲をしてみてください。早くない？ここ早い。風車小屋みたいな。早い、早い。全然違う。詰まってる。あ、お、いいね。強いじゃん、使うから。強い。じゃあ今度はまた水中メガネ沈めてあげてください。水車遅い。あら、水車小屋が、そんな風車が水車小屋になってちょっと勢いが上がりました。腕相撲もやってる。